改めてノート e パワーに載っています。この F2 インプレッションでは、11月の市場開の際に、第一歩として、リポートをお届けしてますけれども、そこで僕は確かこういうふうに言ったと思うんですね。これはもう大きな、技術さんにとっては久しぶりのヒットになるというふうに、コメントを残していると思うんですけども、事実として、30年ぶりですか、日産の車が、月間のトップに躍り出たという。でこのノートの8割が e パワーだということで、久しぶりのヒットになったということですね。それはある意味ではもう当然だと思うし、やっぱりマーケットは何か新しいもの、もっと面白いものを求めてた。その単純に言ってしまえば、トヨタのプリウスに代わる面白いエコカーですかね、それを求めてたということで、少し前のデミオのディーゼルなどとやっぱり肩を並べるような存在にこの車になっている。いろんな選択肢があるのがノーマルだと僕は思うので、プリウス、アクアのトヨタハイブリッドシステム、マツダのスカイアクティブディーゼル、それからこの日産の、レンジエキステンダーの e パワーっていう、まだいくつかオプションあると思うんですけども、揃って、いるのがやっぱり楽しいかなという感じでしょうかね。今こうやって、比較的今流れ出しましたけども、先ほどまで渋滞区間があって、今この e パワーの S モードで走ってるんですけども、この S モードというのは先日も紹介した通り、普通だとスポーツモードですけども、これはスマートモードということで、アクセルだけでほとんどの領域は走れる。踏めば割とその0回転マックストルクの EV らしい鋭いこうトルク感で発進するし、アクセルを戻せば回生ブレーキでほとんどストップまで行けるような強い減速 G がないと、この辺の使い勝手、これもう本当に走らせて新しい感覚がありますよね。でスタンダードモードだとこの回生ブレーキが弱まって、スタートの走り加速の方は、EV らしい感じですけれども、それがこう、普通の従来の車と同じ感覚で走れると。でエコモードはどういうことかというと、発進などでこう余計なそのトルクを、使って、電費をこう浪費することないように走るという、この辺の、走らせてその新しい感じですかね。これはやっぱり機構としてはそんなに新しいものではないとは言えるんです。シリーズハイブリッド、レンジエクステンダーですからね。でもその乗った感じというのはやっぱり最新のものということが言えると思います。改めて乗ってみて、これはヒットして当然かなというのが率直なところです。